こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、米津玄師さんの、パプリカ、もうものすごく名曲だと思うんですけど、リミックスで出されたじゃないですか。それのリズムをですね、名古屋にボトムラインというライブハウスがあるんですけど、そこの社長さんはもう僕が学生の頃からのお付き合い で、この間会った時に、あれのリズムどうなってんのって話をされたんですね。で、なんかランダムすぎてよくわからないんだけどって言って、で、聞いてみるとすごく理にかなってて、でその辺をちょっと解説しながらやっていきたいなと思います。なので、有名なのは NHK のバージョンなんで、NHK バージョンも解説しますが、あれは比較的リズムが、決まってるんで、で、結構、この ABC でちゃんとこう、展開を作ってますんで、ABC のリズムパターン。で、C ドロップっていうのはメロディーが C のままで、他の楽器がパンって抜けるところのことを言うんですけど、そこら辺の部分の解説をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、イントロの部分は普通のキーボードからジャーン、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 ジャーンみたいなのを弾いてるので、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーが2段目に入ってきてて、ちょうど3拍目の2、3、4、4、2、ここでブレイクするんだけど、ちょうどドラムは何も変わらずって感じですね。ここでこうやってなってるってことですね。これなんか新たにつけたって感じだと思うんですけど、A メロディーのとこはダララ、ダララダダラララな跳ねてるんですね。なので、ハンドクラップなんでリムショットでやってみると、このドドドンが、僕スライドなんでこれ練習したんですけど、ドドドンでいくと詰まっちゃうんですよ。なのでドドドンっていかないと、前手前こうですね。ね、これはスライドの人はこのダブルがこので、これぐらいのテンポだと全然いけると思うんで、これ全然使えると思うんですね。だからこう人力栄光ですというような感じでいけばいいかなと思いますね。さあ、この最後のところはバスドラがここに入るのは、誰かが呼んでる、ラララララララ、うんうんうん、っていうふうな感じになると思いますね。さあ、次 B のとこですね。ラララララのとこですね。ここはハイハット刻みたいとこだけど、空白楽しみたい感じなんで、タンタタンタタンタ、ここバスドラなしで、次がタンタタン、ここ裏からで、ここはで下の段が上と一緒で、タンタ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 、という感じになりますね。ここの部分にちょっとバスドラ入ってましたね。出したも晴れるかな、という感じですね。で、ここは次もまたハンドクラップになるんですが、撮ったんですけど、ここまで盛り上げてきたらここスネアでしょって感じなんですね。で、A メロのリズムパターンの手の動きがほとんど踏襲されてるけど、A メロの時は、なったでしょ？手が同じ動きなんだけど、バスドラが連続するんですよ。この、バスドラ、これドラマがまずやらないパターンなんだけど、考えたらこれソンゴのパターンなんです。みたいな感じで、ちょっとソンゴの雰囲気なのかなみたいな、パツカン、ドゥン、カツカン。
カン、ドン、ツカツカンっていうのが続く形になるので、ここでグンと盛り上げる。だからリズムのモチーフが最初やっぱり、これサビのとこね、ダン、Bのとこね、バン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 っていうのがやっぱり出てきてて、でそういう風になって C に行くと。 C やってみますね。ワン、ツになってますね。ずっとこれ1小節余るんで、で、2回目また ABC ってやったら、最後のところは8小節やった後に、これはあの NHK バージョンでも同じ形をやってたので、構成は全然一緒になりますね。という形がサビでございます。ここやっぱりだから不思議な感じがしますよね。やっぱりドラマーがあんまり選ばないパターンだと思います。面白いですね。で、C ドロップから最後までっていうのは、 C ドロップっていうのがいわゆるそのドラム休みになって、でここは足だけが入ります。このドドドンが難しいんで、この辺部分練習していただければと思います。でここお休みですね。ワン、ツー、スリー、でパプリーカに戻るってことですね。 C のところに戻って、でここまで飛んだところが、ここがもう休符になってるんで、完全に。だからここで、最後ここで終わっちゃえばうまくいくと思います。これがパプリカのメロディーのリズムのパターンでございました。めちゃ難しかったと思うんですが、はい、NHK バージョンの部分はですね、ここの上の段の部分がなくなってるっていうか、もともとはこれが後でくっつけられたんでしょうね。だからね、ここで曲がりくねる、あの感じのね、リズムパターンを大きくちょっと拡大してみると、こんな感じですね。だんだんハイハット入れたりとか、これドラムがやってんのかな、なんかそのドラマーがやってるっぽいです。それに2回目なんかここら辺かなり自由で、もう撮るのやめちゃいましたが、サビのとこだけは4小節目はこのリズムパターンになってます。これの繰り返しなんでちょっと難しいですが、でここをドンドンタドンドンスタドットタンタンが一小節になってます。で最後はこれ二角コのとこはこれで止まっているということですね。あとはまあドロップのパターンもまあ基本的にお休みになって、 C のとこはさっきと同じ形 でここドンドンタドンドンで2拍空いてという形になってますね。はい、まあ、総称すると米津さんの曲は何回も聴きましたが、譜面を取るときにどのバージョンで聴いても胸がキュンとしますね。ということでございまして、まああの打ち込みなんでドラムで叩くことはないと思うんですが、これを参考に、ぜひするなんか、まあパプリカってやる可能性あるじゃないですか。なので NHK バージョンの場合と両方、ダウンロードできるようにしてくれましたので、まあメルマガ登録している方には譜面がダウンロードできるようにしておきます。なので、以上、今日は米津玄師さんの曲で、パプリカをお送りしました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。